どうも皆さんこんにちは、松本町と一輝です。おはようございます。おはようございます。こんにちは。さあ、松本町のボートレース X、 今回もボートレースさんよりやっていきたいと思います。ありがとうございます。どうも。今日の X、 早速ご紹介させていただきます。いいですね。ボートレース桐生でおなじみのおこちらの方です。はい、どうも。はい、どうも、鈴中です。おはようございます。鈴中さんです。そんなポーズないでしょ、やってない。そんなポーズやってないでしょ。決めポーズ、決めポーズ、元気だっせだっせ。スーラガさんでございます。ありがとうございます。どうもどうも。やってまいりましたね。やっと出れるよ。あ、本当ですか。待って待ってさ絶対嘘だから。いや本当ですよ。絶対嘘だから。だってキリュウと開催かぶっちゃったら出れないじゃん。いやいや、でも相手の非連絡公演からずっと思ってたのに。本当に満を持して変な女子ばっかり呼んでさ、変な女子誰か言って。誰、どれのこと。満を持してご登場ということで、ぜひぜひ。ありがとうございます。今日はボートレースツアーどうですか。まあ硬いイメージ、硬いイメージ。とにかく正しい、まあ、正しい、正しい。勇気出へんのよ、すぐやる。なるほどなるほど。でも結構ツもね、風吹いたらわっての結構あるんですよね。そうなんですよ。風吹いたらチャンスとか結構ある。基本的にやっぱ硬いイメージ皆さん持たれてて、うん、実際硬く決着することが多いんで、うん、風吹いて差しが2本入った時とかに、うん、まあ、10万周とか7、8万周とかポーンって出るんですよね。今日風吹いてるけど、今日はね、ちょっと穏やか。穏やか。残念ながら。残念ながら。穏やかなんですけど、ちょっとでも、メンツが結構ロマンですね。なかなか、確かに、はい、渋めのメンバー、うん、まあ、そうなんですよ。ガースとかいたりね。そう、はい、結構ね、いろいろやってくれそうなメンバー多いのよね、見てると。そう、今日はだから、うん、ボートレス公式ホームページリニューアル記念杯2日目ということなんですけど、ね、そう、ホームページが。そうなんです、はい、リニューアルしましてですね、まあ、今までよりは非常に見やすくなったと。ホームページがなかなかリニューアルせえへんから。そうですよね。ホームページ誰も文句言わないからホームページね、見やすくしろとかいないから。それリニューアルされて、我々もだからね、初めてちょっと参考にさせていただきながら考えてたんですけども、ルールがありましてですね、はいはい、僕と市川君のどっちかを選んで、うん、まあ、これ基本ずっとあの僕らがパシフィコの島から来たので、はいはい、5000枚ぐらい欲しいな、まあ、10万欲しいなということで。なるほど、はい、目標値10万に設定したんです。そうなんです。ただゲストの方がですね、やっぱりいきなり来て10万目指せって言われて、うん、いやもうなかなかだって、もう10万勝つことないから。いや、ないないないということで、まあ、どっちかを選んでた、はい、ちょっと待って、ちょっとやばいことになっちゃったな。これ君持ってんの。これ持ってたらやばいよ。あのね、これ持ってんの。持ってる。46持ってんの、やば。いやだって42になるだろ。42か。俺24は持ってんだよな。42持ってる。持ってる。おー、いいじゃないですか。42、46はちょっと持ってない。あ、持ってない。46は持ってないけど、46になりかけて。426なら。426はこれね、2がね、あれ、頼む、ピエダあれ頼む、今日の運勢がかかってるぞ。あのね、2番が足いいっすよ、これ。ちょっと待って、よし、ダメだ。マジか。はい、462ドン、いきなり満州。はいはいはい。え、ヤギ、ヤギ。まあまあまあ、なかったことにする、ね、まあまあ、あの話変わっちゃうから。そうだね。今数中さんにどっちと乗るか聞いてるから。といった形で非常に楽しいですよ、はい、いやもう今日はじゃあもしかしたらそっちかもありますよ、これが外あります、うん、で一応ね、データがあります、うん、全33回の収支がですね、松本、うん、バッチ選手がですね、この間いいの取りまして、うん、なんと 97% もうほぼやってます。で、僕とバッチ君が並んでたんですけど、そのでかいの取って、うん、私がその日へこんで、うん、開きました。僕が 87% あ、すごいやん、2人とも結構ね、頑張ってる、うん、戦えてるんですよ。これね、すごいのが、うん、的中率、うん、的中数ともに一緒です。確かに。的中数75、うん、的中率25%。これ完全にここに並んでるんですよね。うん、あ、じゃあその日の流れ持ってる方を選べるかどうかみたいなところやね。まあ、そうですね。だって同じぐらい当たるわけやから。そうです、そうです。うん、まあ、そうですね、大体、はい、うん。しかも買い方もちょっと、まあ、似てるやん、金額感も。そうですね。まあ、金額に似てるから。なんかどっちかっていうと、うん、この収録だと1曲は結構固くというか、そうそう、あのコツコツやってって、僕があのたまにでかいゾーンっていうイメージなんですけど、的中率一緒なのね。そう。で、一応、うん、プラス5000枚どっちか選んで達成してもらうと、うん、名産品と、今日は渋いぞ。すごい、茶色いの。獣だ、うん、茶色いな。そうなの。
いつも大体うどんとか、スイーツとかなんですけど、今日は茶色い棒状の棒2本棒状羊羹漬けともろみ漬け、まあ、漬物俺好きやから嬉しいけど、そうですね、はい、うん、で俺もともと出身が三重なのよ。ねえ、なんかおっしゃってましたね。そうか、そうそう、両親三重なのよ。まあ、俺は大阪に育ったんやけど、はいはいはい、だからもうしょっちゅうこのおばあちゃん家に遊びに松坂そこにずっといたんで、三重県に関してはまあ詳しいってことですね。そうだ、三重県のお土産は正直あんまりそこまでまあまあそれはそれは知らないよ、さすがに。あれ知らない、初めて見たけど。クオカードもらえるんですか。天岐阜、天岐阜1万円、天岐阜1万円もらえる、あ、うん、それは熱い。そう、それもあるんで、うん、どっちと組みますかと。そう、一か八かね、一か八か、早く選んでくれ、早く選んでくれ、言いたいだけでしょ今のとね。一か八か、じゃあ今度からそういうタイトルにしろ。一でいいよ。おー、いいじゃないですか。じゃあこっちとこれで、だからまあ2人で、うん、5000枚なので、ホームラン狙いに行って1本外してるの見ちゃったから。確かに、ね、僕はそれで言いたかった、うん、今の今日の持ってなさ、そう、これを抜けるって結構4の幕だからこれいけるもんこれね、うん、大体いつも僕この収録来た時、うん、カメラ回ってる時にほぼ撮ってるんですよ。そう、あ、回ってる時よりも当ててる。そう、回ってない時が強い、うん、今日危ない。さあ、それでは、うん、第2レースから収録始めていきますけども、はい、岸本選手陰性のレースでございますが、はい、これなんとね、マクルさんの評価だとね、これモーター評価1、岸本選手、そしてなんとね、4号艇の栗山選手も1、うん、ここがちょっとね、気になると。岸本君の体重60キロあるよ、ね、これピットまでね結構遅れんのよ。岸本選手はね、結構これ有名ですよね、うん、重いし。ピンポンパンポン、ボートで待ち会グッズ紹介のコーナー。急に、あー、やりました。急にだ、これ見れるの、これ。急にだ、新しいグッズができました。これ楽しみにしてたのよ。見れるにしました。皆さん、知らなかったでしょ。新デザイングッズが誕生いたしました、うわ、いや、 T シャツ、ポーチ、キャップとですね、誰が描いてるのこれ。さらにすげえ似てるんだけど、トートバッグと信じられないぐらい似てるんだけど、これすごいね。ほら、もうこの同じデザインのね、このアメコミ町の我々のデザインのグッズが4点ですか、うん、4種類。誰が描いてるの。収録でもプレゼント当たりますし、我々あの生配信節会やったりしますから、その時もどんどんね、たくさん当たると思いますんで、ぜひ皆さん、いや、これええやん。気になった方、パッと見分からんしね、何か。そうですよね、フォームで見ると。今回のその番組のやつも概要欄にありますから、皆さんもしっかりと、はい、ぜひとも。お知らせでございました、はい、ボートレースツアーですね、おなじみ、ツナビというね、アプリがあります。そうですよ、すごい、ツナビ2なんか見やすそうだぞ。ツナビ2になってんの。インターフェースがすごい。直前記者予想、あ、うん、直前記者予想、はい、あ、出ました、フォーカスが出ました、うん、134143、うん、132123、うん、これ前とやってる人に違うかも、まあ、一応穴が3443の15、うん、畑選手のまくりってことですね。ただ1本目がね、うん、まくり決まってるんで、確かにあるかもよと。じゃあ残り9分でございますから、はい、購入して、発表していきましょう。なるほど。我々の第1レースは2レース目から、はい、よいしょ。難解、難解ですね。さあ、それでは1本目、はい、解明発表してまいります。それではバチからいきましょう。はい、私はですね、畑辰樹くんに、単独指名でいきたいと思います。3145流しに500円ずつ、うん、6000円で、314514に1000円ずつ追加で計1万2000円です。結構5番もしっかりと、うん、はい。じゃあ須永さん、はい、まあ、まず押さえで134141から2点、はい、で、34頭の5の2着の134、あ、やっぱ5いってんだ、はい、うん、で3434の56、なるほど、はい、5番のこの佐々木くん、はい、正直やれる若手です。あら、まずインディゲーターの僕ね、14の36に絞ってます、うん、あとが3434前まくり、うん、でまくり出し、うん、で31前やっぱ僕も畑くんにお願いしたけ ど、まあ紐は4番っていう形にしました、うん、なるほど。
さあどうですかね。あ、たつきくん、一応超えたな、これ。一応超えてますね。あ、これ2位先攻めじゃない？まずいこれ。2位残るパターンきついな。でも幕伸び返したら意外と結構幅取ってんな。まくれはしないね。うわ、これ畑くん結構きつくない？これ入れ、あー、逃げたー。で4番、あー、当てたけど前出れないか。待て待て待て、これ2位になっちゃうね。今当てて前出れれば1、4、3あったんだけどな。あー、ダメだ、あー、6になっちゃう。ダメだ、全然逃げた。あー、これね、3にかー、これですか、噂のやつ。そうなんですよね。1、3ですよ。なんで逆に1、3行ってへんのってことだもんね。あんだけオッズで分からせてくれてるの、お客さんが。あそこなんですよ、1、3、2と1、3、4ですよ。やっぱりあそこ変えない何かがあるんだよね。そう、やっぱり2点 OK ですよって言ってる。あそこ変えない何かがある。なるほ なるほど。さあ、本命決着、パッテンゴがいた、全員ロス。まあでもしょうがない、これはね、これでいいかなっていう。まあここはまあ、これ変にだから3番4番負けて5頭とか出されるより心のダメージは低い。これならね、これが1日続くってことある？ある、あるある、マジにある、ある。だからもう朝一のレースが一番熱かった可能性あるし、あれがもうね、最後のマッシュかもしれない、最後のマッシュかもしれない。これずっと見せられたら怖いよね。はい、それでは第3レースでございます。松下選手引戦、はい、そして2号艇大ベテラン高橋二郎選手が巣にやってまいりました、74歳、うん、そして3号艇地元澤大輔選手も大外以外も走るよと、うん、そして北川選手、池田選手、中島選手という面々でございます、うん、今スタート展示、ちょっと4が伸びかけ。ちなみにこのね、澤選手がまあ一応ねキーマンにはなりそうですけど、ここは、うん、高橋二郎さんがスタートどれぐらいで来れるかっていうね。なんか二郎さん今でもちょっと出てく感じあったな。うん、不難しげにいいかもしれない、うん、これはむずいね。なんだろう、いい番組誰から売れるんだろう。まあ1、3とかがやっぱ売れるのかね。そうですね、多分1、3からじゃないですか、ここは。あ、ここオッズ割れますね、皆さん迷ってる、うん、あ、迷ってる。1、3、2が一番人気で 18.8、 かなり迷ってる。で、2番人気もう3、4、5だもん、もうむちゃくちゃでしょ。これ猫ちゃんたちか、これは当てたプラスですよ。ねえ、バチ君、バチ、あの、ね、ためになることしか聞かないから。今天見てるでしょうが。今スーさん見てください、あっち子猫ちゃん一人もいない。これ確かに大ベテランしかいない。大ベテランやな。たまにここで太極拳をしてるおじいちゃんとかいますから。そう、太極拳ですよ。太極拳、太極拳してるんです、ここでね。今日はいないけど、よかった。日頃めっちゃよく見えんだけど、子猫ちゃんたち大変難しすぎて。これは迷っちゃって、あざかさんの予想も完全に迷いを感じるもんね。これ迷いを感じるもんね、予想に。珍しい、6点とは思えない色ついてるな。ねえ、白ないっていうね。2332がやっぱ2の直まくりって思ってるだもんね、これ。次郎さんの直まくりと、展示評価出ました、はい、上から234342です。234342、3号艇澤選手、そして5号艇池田選手が4評価、うん、で松下選手、そして大外中島選手、これが2評価、あとみんな3という感じですね、うん、で、一応ね、記者さんのね、フォーカス342324折り返し345354、うん、534543、うん、532523、うん、北側が鋭く握ってアピールしたが比較は難しい、うん、高橋、澤、さらに池田と初日に後継を見せた面々がいるだけに一撃の期待は持ちにくいかと。内側がいいんで4番のまくり厳しそうと、うん、ここの主力は周り足が軽快な澤、うん、北側池田らを止めてつけまい、まくり出しと抜け出す、つけまいするってつけまいなら許す。あ、上ね、うん、まあ1だったら、まくり出しもするってしない何歳だって51歳でしょ、ええ、しない。51歳もなかなかベテランだけど、うん、高橋二郎さんを沈めるような真似はしないと。しない。が沈めてもし転覆なんかしてみえ。まあね、ちょっと危ないですな、うん、気遣いますな、確かに。それやったらまくりで綺麗に買って誰でも文句言わさんとったろみたいな。バキバキに絞ってたらどうしますいや、勝ってのに全然あるよ。まあ池田選手は展示もかなり良かったよな。で、津のさ、高知勝率、池田選手がこの中で一番高いんだよね。池田選手よく勝ってるイメージあるよね。津によく来てるイメージもある。
4と3のどっちかにしたいのよね、選ぶとしたら先攻めを決めらないと、あんまりこうね、いっぱい買いたくない。逃げは買う。いや、俺逃げは買いたいけどね。逃げ買う、これどこですかな。あの岸本選手、あの体重で逃げれたわけでしょ。まあそこっすよね。まあね、序盤からハイパー難解レース、はい、続いてますけども、まあオッズが割れてるんでね、仕留めたら非常にうまみありと。美味しいさいうところなんで、当てていきましょう皆さん。はい、お願いします。よし、はい、それでは第3レースいきましょう。これは難しいよ。はい、じゃあ数段差からいこうかな。はい、おい、まずですね、インが逃げた時、おい、これは二郎さんが伸びてるんで、3がちょっと大きく外前になってしまったという展開で、1、4、5の2、大体つくよね、はい、うん、そして、もう狙って2、1流し、5、1流し、はい、1の先前はできるだろうと、まあ、サラ選手もフライング持ちということで、あと二郎さんも伸びるというのも踏まえて、1の先前からの2の差しで、5のまくり出し。さあ、じゃあバッチ。はい、私はですね、もう広く構えました。まず 2,3 頭の時は4軸ですね、うん、2,3 の4前と 2,3 の前4、はいはいはい、2の先攻めも考えて、で3の攻めも考えて、いずれにせよ4が軸になってくれるだろうということで、6番も入れて、折り返して500円ずつ、うん、でそして僕も5頭ですね、うん、本線こちらで、5,1,3前5前 1,3。 わ、結構いったな。はい、でこっちはあのまくり差しになった時に北川選手がいなくなる可能性があると思うので、沈められて、うん、はい、軸を1と3にしました。僕もまずは本命は3頭いきました、3の1、2の1、2、4、5、まあ、6を切る形、うん、僕も二郎さんの頭いってみました。まくり2の3、4、5、3、4、5、まくり目、これで全部満州です。とんでもないよこれ。押さえが逃げ1、2の差し子、うん、これ意外と40倍、40倍、70倍というところなんで、二郎さん足になったら残ってよくねえがい、うん、ですね。僕、ああ差しはやめときます。太一、太一握りますってなると思うんですよね。1番、2番、3番、1番、ほら、これ太一握りますだろ。大丈夫でしょ。いや、ここから3番、2番伸びるでしょ。絞れないだろ。やべ、太一握りますやべ、絞った。で、かかって膨らんだとこ、内側5番、5番、5番、2、2、よー、5だ。ただ俺3軸なんだけど、うわー、5、6、これはやばい。どっち後ろにどっちか戻ってこい、チロさん。あー、5、6だ。いや、あるあるある、3戻ってこないから。うわ、沢さん、沢さん戻ってこない、かけんぞこれ。4倍です。これがまあ一番人気だろうな。そうさ、シゴロボックス的なね。564はまあ564手出ないんだけど、まあまあすごいね。何今日、いや波乱、これどっち、今日はどっちの日なの。これ波乱だね。ちょっと1がさ危ない人多くない、うん、確かに確かに。でもね、後半結構1強めやってんけど、前半結構1危ない人多いよね。やらかしてるな今日。いやでも、うん、軸1、3はちょっとやらかしてるわ。そうだよね、4は入れないとね。確かに、せめて5、4やん。そうそうそう、それはバチ君悪いわ、それは。そうですね、5、4、前、5、前、4じゃない。それはバチ君悪いよな。悪いな。さあ、第4レースでございますけども、うん、ここも正直まただから1号艇、まあ大丈夫すかっていう。確かに上手、大丈夫すかっていうところからなんですよね。大丈夫じゃなさそうだよね。あ、またこんな展示見せられて。4めちゃ出るじゃん、松浦選手。松浦選手といえばまくりの選手ですから。松浦選手出てました ね、 今ね。はい、浅香さんは、まあ、浅香さん迷ってるね、やっぱり。木西さん、1、3、2と、あと3頭迷ってんな、これ。結構迷ってる。浅香さん珍しいよ、この迷い方。うん、もうズバッとで、ね、1番人気か6番人気まで並べるみたいなの多いんだけど、うん、結構今日はね、穴目もちょこちょこ。宇佐美選手、宇佐美選手ね。うん、津波の評価いきましょう。お願いします。上から3、2、4、3、4、3です。で、一応ね、フォーカス出てます。3の、まあだからこれ分かりやすいとね、3のしごろしごろだね。3頭のしごろしごろ、まくりっすね。めっちゃつくからね、それで穴が、その逆転4のさごろさごろ。あ、まあまあそっちもあるよね。3のしごろ、分かりやすいよね、1番、2番叩かれるっていう、うん、難しいなぁ。どうしようかなぁ、どうしようかなぁやね、これ。
どうしようかどうしようかな角から攻めるな角から4が迷いがあるな迷いがある2人とも迷いがあるぞ全然進まないじゃん2人ともどっちも言いたいじゃん どっちか進めてくれよどっちも止まったぞ今角から4がまくっちゃったらどうしようかなどうぞ展開もらって5が刺したらどうしようかな1がスタートちゃんと言ったらどうしようかな2が遅れて壁がなかったらどうしようかな誰が勝つのじゃあ誰が勝つのそれはいや 迷ってる歌やからどうしようかなずっとさあそれでは第4レースそろそろ当てたい1本でございますはいさあじゃあバッチ行きましょうこんにちは松本バッチですあ今から始まったみたいですねさあというわけで私ですね、2コースの富永選手スタート早くて逃がし率高いので、うん、その展開から、まあ、めちゃくちゃ売れてる3の宇佐美選手が外前を強いられるという展開にちょっとかけてみました、はい、で展開ついてくるのは4もしくは4を叩いて5、うん、なので1441前と1551前おーおーなるほど、はい、頭インニゲも買ったってことですねはいでその5の方に1000円で4の方に、500円、うん、でさらにその頭からちょっと広くですね頭45、うん、で1361のちょっとプッシュさせていただきましたはい、はい、はいじゃあ末中さんはい私はまず、まあ、インニゲ抑えましたいでこれがセンターが少しやり合いそうな展開あるんで、うん、4番が覗くのか3が覗くのかで最内ついての1-6おえー、はい、出畑選手、はい、そして、まあ、先ほど言ってましたけどもバッチ君も3がやっぱ2の、外前にちょっと強いられそうなんで、うん無理やりまくってって、まあ、1とかに離れた時2とかに離れた時の4-5頭の2着に1-3、うん、どっちか残ってので3着は4-5、まあ、サンドイッチみたいな感じですねはいはいはい、はい、どっちか攻めてになった人が2着とこれはつくねこれは多分つくと思う、ね、ほぼフルマン状態そうですね、うんまあ、やっぱりこれ迷い生じてる感じが自分でもひしひしと伝わってきますねでもなんか宇佐美さんがちょっと売れすぎじゃないかっていう気もするんですよね、うん、僕はお二人とはここで意見割れました3-1を本命、3-1の4-5-6 2番をまくり出して潰してという感じこれ2戦ずつシンプルなやつねそして結局富永さん足悪いっつってるけど、うん、S じゃんってことで2-1前確かにねでなんと1番がさらに抜かれるパターンも2-3-4-1-3-4っていう形1が3着まで入っちゃうっていうやつにしましたでこれね5番を入れろかどうか迷ったせいにちょっとね入れてないのがちょっと怖いいやでもそろそろ来るよなんか感じる、うん、いけそうな気がするスリット何だか今日いけそうな気がするどんなスリット1番いってる1いったな4番伸びるなあ、よし止まったよし4番伸びたけど完全揃った完全揃ったよこれよしったなさあ勘揃いや富永選手はこれ2番させなくないこれ外前逃げたわ1-6あーなー1-6はめっちゃありそう1-6はありそう出力率3-6っぽい1-6はすごいありそう1-6あるっぽいねすごく1-3-6っぽいよもう出畑選手うまいなこれ出てるって言ってましたもんねもう1-3-6っすよこれ差し上げたあーOK! 来たか流れてるあー分からんただまあ A1 ですからね出番選手ね1-3-6 2着だけ1-3-6結構だけやりすぎやないやあれ角度いいやりいい角度ちょっとないの1-6はないね1-6ないのやりすぎやね1-6危ないね出番君出番たらないしかも5が来た5が来たつぼみちくん危ないよこれつぼちくんちくんフリーもうこれもう場所的に危ないの分かるつぼみちくんフリーえこれダブルだし危ないこれ5じゃない入るかこれ大丈夫これ届くか届いてるねギリまだあでも1は6のがいいか跳ねる外まで持ってくれる5持ってくれるめっちゃ出る出てるこれめっちゃ出るかかんねえかかかんねえあかかんねえ下げない乗って下げないスーパーテクニックあーダメだ5番つけないスーパーテクニック坪口選手やっぱ出てるな出てるわ直線が違うちょっと出畑選手潰したぞ坪口くん抜かねえかな
つまぶち。ワンチャンスある。あるあるある。ああ、追走。いや、あれ。ウサギに対して。きついな。ああ、まあウサギさんだもんですが、うわーとか言っちゃって。ギリギリ2人外れてる。コンビニかな。ああ、無理。遠いな今日。136はない。よかったのに。遠いな。でも31しかねえわ。うわ、今日誰も当たんねえじゃん。やばい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 。そうか、135。買えそうで買えなかった135。一番人気なんだかんだ。2番、3番人気ぐらいかな。交互に来てるな、これ。チェ？お、少年の悔しがり方。出た。ミュージカルの悔しがり方。これ見たかってん、俺。本当？やってない、やってない。今までやってない。やってない。毎回やってる。毎回やってんだったらもう終わってるよ、この番組。終わってるよ、こんなミュージカル調のやつがさ。俺見たかってん。終わってるって。嬉しい、僕生で見れて。本当？本当？今月からですね、こうやって場の場所をお借りしてですね、皆様の前で、当たり年の予想を披露していこうというわけです。それ初めての、はい、お用事というか、はい、以前はね、何回かやったことで、うん、かなり久しぶりの、あ、そうなんですね、登場ですね。1から4、5、4、5、はい、いいとこですね、はい、で、4、1、5、1、6、1まで、1、2、1、2、2からの大狙いのが1、2、6です。これ、つくね、おー、いいね、1、2、4、はい、皆さんにいると皆さんのパワーで当てました。意外とそんなに広く勝ってないので、せーの、最初はグー、ジャンプ、ポン。はい、チョキの人、チョキの人、チョキの人、はい、チョキの人、逆転。ほとんど勝ちましたね。ほとんど勝ちましたけど、さあ、はい、イベント挟みまして、はい、第8レース、こちら前半戦ラスト。あ、ここがラスト、はい、はい、前半戦ラスト、川上選手陰線、うん、そして前半やっぱね、非常にいい動きだった池田選手、はい、そしてなんといってもこの水間選手3号艇っていうのはやっぱもう、ね、まくりの水間選手、うん、印象深い。ここ、ここしかも外も強いんだよね、森下選手に宇佐美選手いるっていう、非常に面白いです。森下ちゃん、これ展開もいいと思う。あら、4めっちゃだけど、まあ、これはいけないでしょ、こんなには、ね、まあ、まあこれはフライングとして、うん、川上選手が体重重いから、あ、うんうん、60何キロあるからね。これでも、まあ、水間選手は鉄板で握るじゃないですか、うん、水間選手まくり出しに行くところ見たことない。ない。もう絶対握るから4番5番めっちゃ展開ありありなんよね。1番がそこに耐えれるかどうか。そうね、逆に言うとこれ2が握っちゃうパターンもあるからね。ある、あるな。確かに確かに、半年間 の, このボートレース日和なんですけど、うん、2コースの池田選手、うん、逃がし率 81.8%。 どういうことなんだろうね。スタート行くってことね。絶対に3ブロックというか、3ブロックまっすぐ走って、溜めて溜めて、うん、1だけ行かしちゃうっていうことでしょ。でもまあまあ池田選手も勝たないってことよね、それね。そう、だから負けてるよね。まあまあ勝ってないよね、ってことはね。勝つ時は差しっすね。差し、はい、5本。じゃあ基本は差しなんだ。もうとにかく待つ一応、うん、そうね、ってことですよね。さあ、天井が出ました、はい、こちら243334フォーカス235253、うん、236256ですね。まあ2のサゴロサゴロみたいな形、まあ、6は3着までじゃないかという。そうですね。で、穴が4頭、うん、4頭、456465、452425、462426、藤井は F だったがなかなかファイトあるレースを見せている。ファイトある。前半でも、競りで引かなかった、まあ、確かに4茶4茶だもんね、うん、で穴で狙ってみたい一人だと。中心は足がしっかりしてる池田、先まくりに期待だが水間森里も僅差で迫る、うん、はい、ということでね、夢が膨らむ第8レース、前半ラスト。うわ、むずいだ。残り8分、これはむずいけど、なんかチャンスはある気がする。チャンスある、うん、大きいの取ってプラスに持っていきましょう。お願いします。よし、何回お。さあ、それでは前半ラスト第8レース、よし、買い目発表してまいりましょう。はい、買いバッチいきましょう。はい、私ですね、まずはニサゴニサゴニサゴロ、まあ、ちょっと広めに、はい、小頭までね、うん、で逆に56が叩いたパターンの、ニサロニサロ、こっちは4切り12356、こっちは1も残しました。ものすごい、はい、
でこっちは500円ずつなので2万1000円で235とか236、325、326あたりは23、23、56は被ってますね。そこがだから本戦ですもんね、はい、このレースのね。なのでそこはダブルで持ってます。はい、はいはい、それはい、僕、まあ、本戦というよりかは、まあ、一応抑えで2からは25の36のみで、狙うが、6頭6265の235とあと5253の236、うんうん、まあ、外のまくり、まあ、内3手のやり合い、はいはい、1が逆に俺抵抗して2と3どっちかを飛ばしてくれればズボッと、うん、はい、もうまくり出し展開、まあ、まずは本戦を、まあ、池田選手はやっぱ差しの選手は21356、うんうん、こっち、2手ずつ、そして皆さんどっちかして、ね、23の6の2差後、23の6の2差後で僕はね2差6、2差をもう1000足してます。だから263、32、362とかこれが厚め、うん、で僕も5頭いきました。56の123で4番切っても全部ね、うん、で開始5123の6。なるほど。最終的にあのスーパードリーム16000、あ16ね、あ全部マンションなんですよ。確かにそうでしょうね。1がもうまず売れてないもんね。4が本当にスタート控えてくれるのかっていう。4でも行ったよ一応。ただ、まあ、こっからもう無理でしょ。ホールと思うんだよね。6行ってんなこれ、まあ、さあ、うん、あーでもやっぱ1がいってる、行ききれんな。さあ水間さんは、はい、水間さん握ってく、うわ狙いに行ってよ、うわよいしょ、5-2、よっしゃ来い森田頑張れ。5-2、5-2は6しかない。5-2でしょ。森田さん6来い、6森田頑張れ。5-2しかない。森田さん押さえて押さえて、ナイス6、よいしょ、うわ3ない、モーリスだ。みんな5、2、3持ってんの？あります、6もあります。あーこれ6遠いや、これスーパーエンプラー、うわー5-3-2、どっちが高い？5-2-3の、うん、523の方が高い。あーちょっと高い、ね、うん、うわいいな、これ外しちゃったよ。あー今日はいい日ですね。今日はグッデイ、ちょうどいいの入りますね、うん、明日はいい日になるって歌聞いたことあるけど、今日がいい日になったね。今日はいい日だ、作りづらいもんね、今日作りづらいもん、その歌ね、うん、間に合うってあるもんね、うん、確かにね今日の今日で間に合うってなるから、今から今からっていうあって、はい、じゃあおめでとうございます。最後にいいの取りましたね。よっしゃ、これ前半は耐えたかな。プラテンだ、あいい配当だわ。よっしゃ、7320円、28番人気、はい、1000円持ってます。素晴らしい。僕500円です。素晴らしい、はい、これは私が足を引っ張っちゃうといやいや感じになりましたけど、いや頑張りましょう。まあまあ後半ありますから、まだ前半ですね、はい、後半参りましょう。はい、このチャンス逃さんてはないんじゃないかと。確かに、しもっちゃんだ、しもっちゃん、うわー、しもっちゃんいけよ。ダメだ、逃げる。よっしゃ、ブッ刺され。